皆さんご機嫌いかがでしょうか。三日コロリ II 獅子の16回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、子。次は、と。そして、にです。ここは、数という漢字を崩したものです。次は、ことという漢字を崩したものです。読み仮名は、春という漢字を崩したもので、すと読みます。これは、せ、う、すせうと書いてあります。すしょうと読みます。次は、に。これは、聞こえるという漢字を崩したものです。読み仮名は、きこ。次は、え。そして、志という漢字を崩したもので、しと読みます。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、なんという漢字を崩したものです。次は、あるという漢字を崩したものです。読み仮名は、あり。こちらは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。濁点がついていますから、がと読んでください。下は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、ら。次は、し。次は、起きるという漢字を崩したもので、きと読みます。次は、引くという漢字を崩したものです。次は、導くという漢字を崩したものです。上の部分は、道というものを崩したものです。読み仮名は、因。そして、道。引導。次は、に。これは、も。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。ことに、すしょうに聞こえしは、ありがたらしき引導にも。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。これは、ないという漢字を崩したものです。次は、ものという漢字を崩したものです。読み仮名は、もうじや、もうじゃと書いてあります。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、さんずい、うくという漢字を崩したものです。読み仮名は、これは、うです。下は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。どちらもろに見えますので、注意してください。次は、ま。これは、で。次は、平和の和という漢字を崩したものです。読み仮名は、お。次は、たっとぶ、しょうという漢字を崩したものです。読み仮名は、せう。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。濁点がついていますから、がと読んでください。これは、うです。
次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は無。これは三髄ですね。浮くという漢字を崩したものです。これは世間の世という漢字を崩したものです。読み仮名は浮世。ここは名です。次は理。これは介護の介という漢字を崩したもので、家と読みます。この書物では王様の王と似ていますので注意しましょう。これは里という漢字を崩したもので離と読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。亡者は浮かまで、和尚が浮かむ、浮世なりけり。亡くなった人は浮かばれないで、和尚の方が浮かんでしまうという、そういう浮世であるということです。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。